はい、じゃんくんぽんちゃん、おはようございます。おはよう。これからですね、ジ亜塩素酸水を 公民館というところの事務所で、無料で配布があるので、もらってきます。そのついでに、また神社行ってお参りしてこよう。住所と名前を間違わずに言ってですね、お願い事をしてくるという感じですかね。お散歩も兼ねています。足腰を少しずつ鍛え上げていきます。さあ、コロナに負けない体を作って、そして運も上げてこようと。それから亜鉛素酸水で清潔にしようと。いろいろです。行っちゃうの？っていう顔で見ています。行っちゃうよ。じゃあね。すぐ帰ってくるけどね。ただいま、ジャン君、ただいま帰りました。たくさんお願いをしてきたよ。連日で言うのかよみたいに思われたと思うよ。今回は、ちょっと住所最初間違えたけど訂正して まだ住所をちゃんと覚えられてない。数字が入るからね、住所ってね。数字やばいね。今日はジャン君とポンちゃんの健康を中心に、本殿って言えばいいのかな、メインのところでも、家族全員ね、一人ずつ名前を挙げて健康を、お願いして、ジャン君、ポンちゃんも入れて。でもそのすぐ隣にですね、お稲荷さんがね、かわいいお稲荷さんがちょっとついていて、そこではジャン君とポンちゃんを中心に、ジャン、ポン、健康ってお願いしてきたからね。
雪が降り始めました。この画面でわかるでしょうか。お集まりの皆さん、あったかいね。外は雪ですが、もうだいぶ小降りになっているんでしょうかね。もうなんだっけ、雨戸を閉めてしまったので分かりません、うん、そしてこのヒーターの前であったかいね。よかったね、ジャンポンね。ヒーターあってよかったね。